こんにちは。今日の講義は書籍ライフスパン老いなき世界です。この本はハーバード大学の遺伝学者であるデビッド・ウェ・シンクレア博士とマシュー・ディ・ナプラントによって書かれた老化と長寿に関する革新的な研究成果を紹介する一冊です。著者たちは老化は避けられない自然な過程ではなく治療可能な病気であるという斬新な視点を提示しています。本書では最新の科学的知見に基づいて老化のメカニズムを詳細に解説しています。シンクレア博士は老化の主な原因が生体内の情報喪失にあると主張しています。彼の理論によれば私たちの体内には2種類の情報が存在します。一つは DNA に含まれる遺伝情報であり、もう一つはエピゲノムと呼ばれるアナログ情報です。この情報理論に基づいて著者は老化のプロセスを説明し、その克服の可能性を示唆しています。本書の構成は3部に分かれています。第1部ではこれまでの老化研究の歴史と現在の知見について詳しく解説しています。ここでは老化に関する従来の常識を覆すような驚くべき発見が紹介されます。例えばカロリー制限や断続的断食が寿命を伸ばす可能性があることや、特定の遺伝子が老化のスピードを制御していることなどが説明されています。第2部では現在進行中の研究や最新の発見について詳しく述べられています。ここでは老化を遅らせたり場合によっては逆転させたりする可能性のある様々な方法が紹介されます。例えばナットプラスと呼ばれる物質が細胞の若返りに効果があることや、メトホルミンという糖尿病治療薬が寿命延長効果を持つ可能性があることなどが説明されています。第3部では老化研究の未来とそれが社会にもたらす影響について考察しています。著者は22世紀が始まる頃には122歳で亡くなることが珍しくなくなる可能性があると予測しています。また老化を克服することで生じる倫理的、社会的、経済的な課題についても深く掘り下げて議論しています。本書の特筆すべき点は複雑な科学的概念を一般読者にも分かりやすく説明していることです。著者は専門用語を避け身近な例えを用いて難解な理論を解説しています。例えばエピゲノムの働きをコンピューターのオペレーティングシステムに例えるなど読者の理解を助ける工夫が随所に見られます。また本書は単に科学的な事実を羅列するだけでなく読者自身が健康寿命を伸ばすための実践的なアドバイスも提供しています。例えば断続的断食の方法や運動の重要性、ストレス管理の技術など日常生活に取り入れやすい提案が多く含まれています。さらに本書は老化研究の倫理的側面にも深く踏み込んでいます。寿命を伸ばすことが可能になった場合、それは社会にどのような影響を与えるのか、医療資源の配分はどうなるのか、年金制度はどのように変化するのか、こうした問いに対して著者は様々な角度から考察を加えています。本書の魅力の一つは著者自身の研究経験や個人的なエピソードが随所に織り込まれていることです。シンクレア博士が若い頃から老化研究に興味を持つようになった経緯や自身の家族に対して言っている健康管理の実践例など著者の人間性が垣間見える記述が本書に深みを与えています。また本書は単に長生きすることを目指すのではなく健康で活動的な期間、つまり健康寿命を伸ばすことの重要性を強調しています。著者は単に寿命を伸ばすだけでなく生涯を通じて高い生活の質を維持することが重要だと主張しています。本書は老化研究の最前線にいる科学者による最新の知見と将来の展望を提供する貴重な一冊です。老化のメカニズムを理解しそれを制御する可能性を探ることで私たちは自分自身の健康と寿命に対してより積極的に関わることができるようになるかもしれません。本書が提起する問いは単に個人の健康や寿命に関するものだけではありません。社会の高齢化が進む中で私たちはどのような社会を目指すべきなのか、技術の進歩と倫理的な配慮のバランスをどのように取るべきなのか、こうした問いに対して本書は読者に深い洞察を与えてくれます。本書の中で特に興味深いのはシンクレア博士が提唱する情報理論オブ老化です。この理論によると私たちの体は時間とともに重要な情報を失っていくのですが、
その過程は不可逆的なものではないとされています。博士は細胞にはバックアップともいえる情報が存在し、それを活性化することで老化のプロセスを逆転させる可能性があると主張しています。この理論を裏付けるためにシンクレア博士のチームは様々な実験を行っています。その中でも特に注目を集めているのがマウスを使った実験です。彼らは特定の遺伝子を操作することで老齢のマウスの視力を若いマウスと同程度まで回復させることに成功しました。この実験結果は老化による機能低下が必ずしも永続的なものではないことを示唆しています。また本書では老化に関連する様々な生物学的プロセスについても詳しく解説されています。例えばテロメアの短縮やミトコンドリアの機能低下、幹細胞の枯渇などがどのように老化と関連しているかが説明されています。これらのプロセスを理解することは老化のメカニズムを解明し、それを制御する方法を見つけ出すための重要な手がかりとなります。シンクレア博士は老化研究の成果を実際の医療や健康管理に応用する方法についても言及しています。例えば NMN ニコチンアミドモノヌクレオチドという物質が細胞のエネルギー代謝を改善し、老化のプロセスを遅らせる可能性があることが示されています。またレスベラトロールという物質も注目されており、これはブドウの皮やベリー類に含まれる成分で抗酸化作用や抗炎症作用があるとされています。本書では老化研究の歴史についても触れられています。20世紀初頭には老化は避けられない自然な過程だと考えられていましたが、その後の研究によって老化のスピードは様々な要因によって変化しうることが明らかになってきました。特にカロリー制限が寿命を延ばす可能性があることが発見されたのはこの分野における大きな転換点でした。シンクレア博士は老化研究の未来についても大胆な予測を立てています。彼は今後数十年のうちに人間の平均寿命が100歳を超えるようになる可能性があると考えています。さらに老化のプロセスを完全に制御できるようになれば、理論上は無限に寿命を延ばすことも可能になるかもしれないと述べています。しかしこうした可能性は同時に様々な倫理的問題も提起します。例えば寿命を大幅に延ばすことができるようになった場合、その恩恵を受けられる人と受けられない人の間に新たな格差が生まれる可能性があります。また人口増加や資源の枯渇といった問題も深刻化する可能性があります。本書ではこうした問題に対する解決策についても考察されています。シンクレア博士は長寿化が必ずしも人口増加につながるわけではないと主張しています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは
顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし、理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でもライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。